お笑い芸人のゆりやん、レトリーバーが、山崎賢人主演の連続ドラマ、とどめの接吻の第7話に、ゲスト出演することが分かった。金と権力が、すべてのクズ男が、死のタイムリープを繰り返すサスペンス。女を持て遊ぶイケメンホスト、王太郎、山崎は、謎の女、門脇麦にキスをされた直後に、呼吸困難や、 身体痙攣を起こして絶命する。次の瞬間、意識を取り戻し、自身がタイムリープしていることに気づいた大太郎は、どこまでも追いかけてくる、謎の女のキスによって、何度も死と過去を交換することになる。女芸人ナンバー1を決める大会、ザ・ W の初代王者に輝いた、ユリアン今回の出演は、同大会の副賞。 日テレ100%券によって実現した。日テレ100%券は、出演番組の合計視聴率が100%になるまで、同局の好きな番組に出演できる権利で、ユリアンはこれまでに、ニュースゼロ、ダウンタウン DX、金曜ロードショーに出演。連続ドラマは、初出演となるため、ダメ元でお願いしたドラマ出演が、まさか叶うとは思わなかったので、 笑っちゃうくらい嬉しかったです。おおマイゴッドでしたと喜びを爆発させている。さらに、いざ本番になって決定的に違ったのが、山崎賢人さんのイケメンさ。セリフもそこまで多くなかったのですが、山崎さんに見とれてしまって、セリフが出てきませんでした。ただ、監督さんが、好きにやっちゃってください。と言ってくださったんで、 楽しんで演じることができましたと撮影を振り返っており、すっかり山崎にメロメロの様子。役どころは明らかになっていないが、恐れ多くも山崎さんとのシーンに出させていただいたと明かし、一体どんなシーンに出ているのか、どんなセリフ、キャラなのか、楽しみにしていただければと思いますとアピールしている。とどめの接分第7話は2月18日午後10時30分。 放送